ハイノージャパンニュースアップデート。アロハ、ハイノージャパンニュースアップデートへようこそ。松本裕太です。ハイノージャパンはハワイのローカルテレビ局、ハワイニュースナウの日本語オフィシャルコンテンツ。毎週日本の水曜日と土曜日にハワイの最新ニュースをお届けしています。それでは1月31日のニュースです。先週末、ハワイ諸島は豪雨に見舞われ、複数の島で洪水警報が発令されました。マウイ郡でも豪雨による洪水のため、複数の道路が封鎖されました。特に海岸線に位置するマウイ島キヘイは、高地から流れる雨の影響で洪水被害が大きいようです。元マウイ郡議会議員のキング氏は、これには近年の土地開発が影響していると話しました。キング氏によると、以前キヘイには200エーカーの湿地帯があったそうです。それが現在は土地開発により25エーカーまでに縮小しており、結果雨を蓄える地盤機能が著しく低下してしまっている状態であると話しました。現在キヘイの町では数ヶ月に一度洪水被害が見られるそうです。果たしてこの問題の解決策を見出すことはできるのでしょうか。先週日曜日に撮られた衝撃映像です。オアフ島パロロバレーに住む佐々木さん一家、突如自宅の壁をものすごい勢いで何かが突き破りました。実はこちら、谷から転がってきた直径約 1.5 メートルの巨大な岩、直近の大雨が落石を引き起こしたのでしょうか。テレビを見ようとリビングに入ってきたキャロラインさんの目の前をかすり、壁を突き破って隣の部屋で泊まりました。まさに間一髪でしたね。ハワイの11人のシェフとレストランが全米で大変権威のあるジェームス・ビアード料理賞のセミファイナリストに選出されました。素晴らしいシェフを称えるアウトスタンディングシェフのカテゴリーでは、ザ・ピッグ&ザ・レディのアンドリュー・レイシェフ、そして素晴らしいニューレストランを称えるカテゴリーには波風が選出されました。皆さんはこの波風に行かれたことがありますか？ちょうどニコスピア38の向かいにあるモダン居酒屋寿司バーです。このレストランはパンデミックの中ブランチのみでオープンしましたが、昨年秋からディナーもオープン。今後は夜のおまかせメニューもスタートするそうです。実は波風は私も何度か訪れたことのあるお気に入りのレストラン。全部美味しいですが、私はブランチのシュリンプバンミーがジューシーなエビの味を思う存分楽しめるのでお気に入り。きっとこれから混雑して予約が取れにくくなるんでしょうね。皆さんもハワイにお越しの際、レストラン波風は要チェックです。以上、1月31日、ハイナオジャパンニュースアップデート、松本裕太がお届けしました。ハイナオジャパンニュースアップデートをご覧いただきありがとうございます。次のビデオ視聴とチャンネル登録もお忘れなく。それでは次のビデオでお会いしましょう。アロハー。